田修正、仮想人物、朗読その19、第9章途中から。ある日も陽蔵は紗友子と一緒に彼女の門を出た。先生、今日お暇でしたら神田まで付き合ってくれません？私、あそこで見てもらいたいことがありますの。いいとも。ことによったら僕も。君は何を見てもらうんだい？差し当たりなんてこともないんですけれど、私妙ね、ずいぶん長い間の関係で昔は一緒に所帯を持ったこともありましたの。今は別になんてこともないんです。だけど相手が逃げるとこっちが追っかけ、こっちが逃げると先方が追っかけてくるといった塩梅で、切れたかと思うと時立ってまたつながったりして、変なものですね。小夜子はいつになくしんみりしていた。どんな人？それが近頃ずっと良くないんですの。陽蔵は小夜子の救うような男はどんな男かと、それを探りたかったが、彼女はただそう言っただけで、その相手の概念だも与えなかった。しかしそれからだいぶん経ってから、陽蔵がある晩茶の間の大ぶりなシタンの火鉢のそばにいると、その日はひどく客が立て込んで、買ってもとも忙しく、簡単なく料理屋へ電話をかけたりして、小夜子も普段着のまま酒の缶をしたり物を運んだりしていたが、ふと玄関の方の襖を開けて、どてら姿で用事を加えながら入ってくる男があった。ああこれだな。瞬間陽蔵の肋間が働いたが、それを見るといきなり小夜子はニヤニヤしながらその男を連れ出してしまった。それからまた3年も4年も経って、彼は小夜子の2階の彼女の部屋で、その男ともしばしば花を引いたし、陽蔵の家へも遊びに来るようになったが、その頃には彼もかなり裏ぶれた姿になって、見違えるほど老けていた。そしてその自分になって、陽蔵はいろいろなことを知ることができた。本クルベイの家から彼女を引っ張り出したのも、かつては煮え湯を飲まされた彼の復讐だったことも分かった。今小夜子は彼との新生活に入るつもりで、場合によっては結婚もして本国へも連れて行くつもりでいるクルベイを振り切って出てきたのであったが、誘い出されてみるとまるで当てが外れてしまった。現在の彼と一脈の新生活を始めるには、小夜子の生活は少し派手すぎていたし、趣味がバタ臭かった。そこで小夜子は思い通りにこんな水商売を始めたわけであった。まだ体型も整わない金座通りへ出てから、小夜子は円卓を拾って神田駅のガード下までと決めた。しかし一人ずつ2階へ呼び上げてみるので、小夜子が見てもらう間、陽蔵は下でしばらく待っていた。そのうちに小夜子が降りてきた。占わない前と表情に変わりはなかった。やがて陽蔵も見てもらうことにした。相性はすごくよろしい。しかしこの人は落ち着きませんね。よほど厳しく監督しないととかく問題が起こりやすい。選者は言うのであった。陽子のことであった。そこを出ると二人とも占いの結果については話す興味もなくて、少し通りをぶらついた果てに二人で陽蔵の書斎へ帰ってみた。小夜子はシタンの宅の前に座って雑誌など見ていたが、先生に私何か書いていただきたいんですけれど。書くけれど僕のじゃ君んとこの部屋に移らない。そのうち何か持って行ってあげるよ。あれじゃ少しひどいからね。おいおい取り替えるんだね。
それから彼女の家の建築の話に移って、譲り受けた時の値段や、ある部分は改築の、ある部分は新築の費用などの話も出た。要造はいぶしのかかった古い部屋を今さらのように見回した。この家もどうかしなきゃ。そうですね、もしお建てになるようでしたら、あの大工にやらしてご覧なさいましよ。あれは広小路の取りあそお出入りの棟梁ですの。大ブルジョアのその鳥料理屋が彼女の彼と何かの縁変になることも、その後だんだんに分かってきた。その時であった。凝ったその鳥料理屋の建築や庭を見方々、末の娘も連れて晩飯を食べに行ったのは、見事な妄想の植え込みを円形にして、庭中に満々とたたえた水の中の岩組に水晶すだれの滝がかかっていて、ちょうどそれが薄暮れであったので、青々した寒竹の茂みから灯籠の火に透けて見えるのも涼しげであった。無数の孫い日恋がひたひた水の浸してくる手すりの下を雲投げに遊泳していた。桜豆腐、鶏わさ、それに茶碗のようなものが食卓の上に並べられた。黒のちりめんの羽織を着てきた清楚な小夜子の姿は何か薄ら寒そうでもあったが、彼女はほんのちっとばかし箸をつけただけであった。咲子は人も場所も何か勝手が違ったようで、嬉しそうでもなかったが、始終ニコニコしていた。いつか久留米さんと何かの弾みで急に日光へ行くことになって、上野駅へ来たのはよかったけれど、紙入れを忘れてきてしまったんですのよ。時間はないし仕方がないから、私がこの家へ来て事情を話すと、黙って300円立て替えてくれたことがありましたっけ。そんな話も出たりして、帰りに三人で夜店の出ている広小路を歩いた。小夜子は子供の手を引いていたが、そうして歩くにも何か人目をはばかるらしい風にも見えるのであった。ふと陽子の話が出た。僕もつくづく嫌になった。よそうと思う。よしておしまいなさい。あと君が引き受ける？頼りなさそうな声で、引き受けます。今陽蔵は別にそれを当てにしているわけではなかったけれど、陽子と別れるにはそうした遊び相手のできた今が時期だという気もしていたので、陽子を迎えに行くのをずるけようとして、そのまま蚊帳の中へ入って疲れた体を横たえた。彼はじっと目をつぶってみた。陽子とよく一緒に歩いた深い松林のなだらかなスロープが目に浮かんできた。そこは町の人の春秋のピクニックにふさわしい静かで明るい松山であった。暑さを遮る大きな松の木がまばらにそびえ立っていた。幼い時の楽しい思い出話に生まない陽子にとって、そこがどんなにか懐かしい場所であった。上の方の崖際の雑木にグミがなっていて、ハギやススキが生い茂っていた。潮の音も遠くはなかった。松の枝葉を漏れる早球も都に見られない清さをたたえていた。陽蔵も田舎育ちだけに、大きい景勝よりもこうしたひそやかな自然に親しみを感じた。二人は草履履きで野生児のようにそこらを駆け回った。陽子の家の裏の川の向こうへ渡ると、そこにも雪国の田園らしい何か荒い気分のする場所があって、木立は深く、道は草に埋もれて、その間に農家とも町屋ともつかないような家たちが見られた。陽子はそうした家の貧しい一軒の土間へ入っていって、ごめんなさい、
と奥を覗き込んだ。そこにはろうそくの火の炎のなびく方向によって人の運命を占うという老婆がじめじめした薄暗い部屋に座り込んでいて、早速陽子の身の上を占いにかかった。彼女は宝家だった髪をかぶって神前に祈りをあげると、神に疲れているような目をして火の揺らぎ方を見つめていた。東の方の人を頼りなさい。その人が力を貸してくれる。鉛の言葉でそんな意味の暗示を与えた。ここから東といえば、それが当然祖父家の詩人秋元でなければならなかった。今陽子が威勢よく上京してくるというのも、陰にそうしたペトロムを控えているためだとは彼も気づかないではなかったが、その時の気持ちはやっぱり暗かった。陽蔵は陽子のいとこ筋にあたる町の青年文学者、島の黄昏に送られながら一緒に帰りの汽車に乗ったのであったが、何か行く手の知れない暗路へ迷い込んだような感じだった。